はい、皆さんこんにちは、ヘッドジャパンの小林と申します。ヘッドジャパンの種です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回ですね、ヘッドのチャンネルとして、新しいラケットのちょっと紹介をさせていただくんですが、スピードブラック、こちらをちょっと案内させてもらおうかなと。はい、どうぞ。いいですか。はい、2021年1月21日から、発売開始になるんですが、はい、現在グラフィン360プラスの、スピードといえば白いモデルがあります、はい、うん、それがものは一緒なんですが、限定カラー、しかもそのノバク・ジョコビッチ選手の専用カラーとして、はい、このブラックバージョンが今回登場します、はい、モデルとしてはプロと MP ですね、はい、プロの場合典型的な特徴が、重さ 310g というところにストリングスパターンが 18-20 というね、ちょっと細かいパターンに対して、MP の方は 300g に、ストリングスパターンが 16-19 と、はい、そこがちょっとね荒くなって、こうボールの飛ばし方の性能なんかも少し変わってはくるんですけれども、実はその白のモデル自体がジョコビッチ選手も昨年から使用するはずだったんですが、彼自体が、その前に出た、限定のカラーモデルですね、そちら、同じ黒を使用したものを使用しながら、はい、連勝街道を突っ走ってたんです、去年の前半、それが非常にこうラケットのフィーリングというよりも、言ってみれば験担ぎのような部分もあって、ぜひちょっと黒いラケットをそのまま継続使用させてほしいと、非常に珍しいケースなんですけれども、ヘッド側に要望がありました。でヘッドとしても、彼のここ10年以上にわたる、偉大な実績、はい、そして今でもナンバーワンに君臨している、そのスター性、そういったものに対するいわゆる、リスペクトの部分があるので、その彼の要望を、受けると同時に、じゃあもう完全に専用のモデルを作ろうということで、新たに今回これが登場しますと、いうことですね。ズボン左から履くようなとかいうジンクスみたいなもんですね。それだと今日勝てるとか、そうそう、そういうがで、黒はそのままやるという話ですね、はいはい、それを見て今どういうツッコミか空気が分かんない方もいるかもしれない、はい、一部の人分かっていただければ結構ですと、はい、詳しい部分はですね、店頭でスペクトと確認いただければとは思うんですが、数量限定、日本国内について数量限定で、発売となりますので、ぜひ、ご覧いただいて、はい、同じ黒といってもツヤありとツヤ消しのこうコンビネーションだったりしますので、ぜひ、いわゆるグロスってやつね。そう、グロスとマットですよ。よし、 OK です。当たり前ですよ。危ねえよ。鮮鋭なというか、ちょっと強そうな雰囲気も出てくると思うので、はい、お手に取ってじっくりご覧いただいて、はい、ぜひこう白を持っている方 も並んでた存在感がありますよね。やっぱりこの黒って、非常にこうプロトタイプなんかでやってもですね、あれがいいという方も多いわけです、そういう要望にもねお答えできるかもしれませんので、グラフィン360プラススピードブラック限定カラー、はい、プロと MP2 種類よろしくお願いいたします。